新潟県の学校に勤めてよかったことは、四季を感じる気候、豊かな伝統文化や歴史など、たくさんの魅力が新潟県にはあります。それら魅力を生かした教育活動を構想したり、子どもと一緒に活動したりすることがとっても面白いです。私生活ではスノーボードなど、自然を感じることができるスポーツを楽しんだり、地場産の美味しい食べ物を食べ歩きしたりしています。教員の魅力、やりがい、達成感は、子どもたちのちょっとした成長を見られたときに、教師としてのやりがいを感じます。授業中、なかなか自分の思いや考えを表現できない子どもが進んで手を挙げたり、仲間と協力することが苦手な子どもが仲間と一緒に活動したりする姿を見ると嬉しくなります。そんな子どもの成長を日々一番近くで見ることができるのは教師の魅力だと思います。最後に受験者への皆さんへエールを送ります。子どもたちと共に活動し、学び、感動し、自分も成長できる素晴らしい職業が小学校の教員です。ぜひ未来を担う子どもたちを一緒に育みましょう。新潟県の学校に勤めて良かったことは、新潟県の人はとにかく優しいことです。また、冬にはグラウンドでそり遊びができます。教員の最大の魅力は、子どもの成長を間近で見ることができることです。4月に入学してきた子どもたちが、自分たちでアイデアを出し合ったり、声を掛け合ったりしている姿を見たときはとても嬉しかったです。受験者の皆さん、優しい新潟県の先生方は成長を見守り支えてくれます。迷わず飛び込んできてください。新潟県で私たちが待っています。新潟県の学校に勤めてよかったことは、わからないことがあれば気軽に質問することができ、分かりやすく答えてくださる先生方がたくさんいるところです。教員の魅力は、子どもたちが成長する姿を間近で見ることができるところです。受験者の皆さん、新潟県には子どもたちのために一生懸命に働く先生方がたくさんいます。子どもたちの未来のために一緒に働きましょう。新潟県の学校に勤めてよかったことは、新潟県のさまざまな魅力を授業の中で取り入れることができる点です。新潟県には信濃川や砂丘、山脈などの豊かな自然や歴史的な人物や遺跡があり、それを授業の中に取り入れています。教員の魅力は、生徒が頑張っている姿を見るととてもパワーをもらえる点です。昨年担任した学級では体育祭の時に、応援で初めはとても声が小さかったのですが、リーダーの生徒がよく声を出してくれて、最後はとてもいい応援になりました。生徒の笑顔がとても印象に残っています。受験者の皆さん、子どもの笑顔や周りの先生方に支えられて、大変な思いよりもやりがいの方が多く感じています。一緒に頑張りましょう。新潟県の教員になってよかったことは、四季折々でたくさんの自然があり、一年を通していろいろな景色を見ることができる点です。学校行事でも農業体験やスキー授業など、生徒と共にたくさんの自然に触れ、新潟の良さを感じることができました。教員の魅力は、何といっても生徒の夢を叶えるサポートができるところです。昨年3学年の担任をしていましたが、面談や志望理由書の添削などを通してたくさんの生徒の夢を聞きました。そしてその夢を叶えるために一緒に歩めたことがとても嬉しかったです。現在私は1学年の担任をしていますが、3年間で彼ら、彼女らがどのように成長していくのか、とても楽しみにしています。受験生の皆さん、教員という仕事は生徒の成長を間近で感じることができます。それだけでなく、
自分自身も大きく成長することができます。たくさんの自然や文化に囲まれた新潟県で生徒の成長を一緒に後押ししていきましょう。新潟県に勤めてよかったことは、青森県出身の私は初めての土地で働くことにたくさんの不安がありましたが、周りに東北出身の先生方もいて温かい声をかけていただきました。教員の魅力は児童生徒一人一人に合った支援方法を考え、やってみて新たな課題があればどうしたら解決ができるか、もっと成長を促せるかを考えることができることです。そして私たちが蒔いた種がいつ開くのか、児童生徒と接する一瞬一瞬の中にそんな姿が見られた時に嬉しさとやりがいを感じます。受験者の皆さん、教員としてこんなことがしたい、こんな児童生徒を育てたいという明確な目標を持って一緒に新潟県で働きましょう。新潟県の学校に勤めてよかったことは、初任者への支援が手厚いことです。指導教員として退職された養護教諭の先輩が支援に来てくださいました。業務の支援や的確な助言をいただいただけでなく、日々の迷いや不安等も聞いてくださり、とても心強く思いました。教員の魅力は日々児童の心身の成長を感じられるところです。保健指導や応急処置で扱った内容を教えてもらった通りに実践しましたと児童が話してくれることがあります。自分が伝えたことが児童の心に残っていることを知り、教員を志してよかったと思いました。受験者の皆さん、温かい教職員や地域の方々、豊かな自然に囲まれた新潟県で一緒に働けることを楽しみに待っています。新潟県の学校に勤めてよかったことは、勉強熱心な先輩や同僚に刺激を受けて日々仕事ができることです。謙虚な姿勢で仕事に取り組む姿を見て、身近な目標ができ、常に励みになっています。私にとっての教員の魅力は、美味しい学校給食の追求ができることと教材研究ができることです。自分なりのこだわりを持って取り組むようにしています。私は県外で学校栄養職員を経験した後に、地元の新潟県で栄養教諭になるという夢を叶えました。遠回りをしたかもしれないんですが、自分で選んだ道を進むことができてよかったと思っています。これから新潟県の教員になる皆さんと一緒に働ける日々を楽しみに待っています。